こっち。こっちから行きますとね、磨崖仏があるところに出るそうで、出ます。夏場に来ると暑いしみし、いかに食われそうなところですね。高取山公園、山公園というかね、上り下りありますんで、まず階段からですね。70段ぐらいのか、できました。高取第一排水地ですね。横須賀下水道局が感じてとかですね。本当はドローン飛ばしたいんですけど、横須賀市の公園は全てドローンは禁止だそうです。で、この高取山公園なんですけど、一部逗子に入ってるんですけども、逗子には確認をしてないんですけど、おそらくダメと言われると思います。境があるんですけどね。岩登りを昔よくやってたらしいんですけど、基本的に禁止になってます。許可がないとできないですね、この岩登りは。ここも来たのがもう40年以上来てないですね。嘘、そんなことはない、30年と言っておきましょう。でもパメって書いてありますね。これ夏場虫、蛇、変な虫いっぱいいますので、お通りになる方はお気をつけてください。まあ、この時期だとさすがに少ないですけど。これが高取の湘南高取ですね。この辺はまだね。であっちのマンションはおそらく浜見台もしくはラーゴー町岡間東あたりになるんですかね。アップでします。この辺だと浜見台、おっぱま東町、裏郷町、その辺になるんですかね。何せ最近できたところなんで、ちょっと僕この辺にはいないんでわからないんですよね。虫いるな。こんな感じのところですね。結構疲れますね。
昔はここに登ってですね、上からの景色を結構楽しんだんですよね。立ち入り禁止とは書いてないですね。登るときはこっち側に登らないと、ここは崖登る形になるので、子供の頃は両手で掴んでね、でもカメラ構えてるんで片手なんでね、気をつけて登らないと危ないですね。よいしょよいしょ。30年ぶりぐらいに登ってますね。よいしょよいしょ。よいしょ。おっと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 。はい、ここに杭があります。岩登りのね、岩登りの後ですね、結構息切れが、ちょっと一回カメラ止めます。登れない。登りました。あそこがですね、後で行く展望台です。おそらく前にも動画上げてあると思うんですけど、こんな感じですね。まあぶっちゃけ住宅しか見えないんですけどね。あそこが先ほどの声優です。こっちかな、この辺が声優ですね。でどう考えてもね、この高さよりあの高さの展望台の方が、よく見えると思いますので、そっちに移動したいと思います。これ全部 岩登りの跡ですね。はい、先ほどのところ行ってきました。あそこね、あれですよ、内緒バンスっていい場所なんですよね。人があんまり上がってこないから。だから小さい頃ああいうところでね、いろいろ遊んだりしたんでね、下を回ってねって。こっちから行きますか。さっき登ったところです。これさっき登ったところですね。ここは行き止まりなんで、こっちから行くかどころか戻らなきゃいけなくなりました。戻ります。そしたらドンギですごいな。よいしょ。よいしょ。夏に来なくてよかった。汗すごいわ。
ちなみにハイキングコースになってるんですよ。ジムジっていうところに出れますね。あれ曲がる別なかったな。どこにあったっけ。細かいことは気にしない。あ、ありました、ありました、曲がりですね。こちらですね、曲がり別。今は近寄っちゃいけないことになってですね。昔はこの上に登って遊んだんですけどね、今やると怒られそうですね。さすがにそこまではやりませんね。転んじゃいます。さてと、じゃあ高取公園の広場の方行きますか。前回上げた動画ではこっちの方映してないんですよね。暑かったんで行かなかったんです。わっ、雲すらすごい。あの崖に登る予定がなかったんで準備をしてこなかったんで疲れましたね。よいしょ。また登り、どうせ歩道をつけるんだったらまっすぐつけてほしいですね。多分ここを登り切ったら公園なので、こんなにバテったら富士山登れないじゃんか。あと上まで行ったら水分取りますか。ずっと水分取ってなかったんでね。
ず。あら、まだ広場じゃなかった、ね、よいしょよいしょ、一時休憩、水分タイム。では水分取ったんで続き歩きます、また降りるのかよ。熱い、今ジャンパー脱げばよかったな。これも岩登りですね。それがついたままですね。上に誰かいるのかな。またこう分かれ道ですね。こっち行くと浜みたい、JR 東寿司京急タールの方行くそうですね。今登ってきてまたここ行ってないんで、これとりあえずこっちですね。神宮寺っていうのはこの先にあります。ついた広場に、ここが高取山公園広場ですね。よいしょ、よいしょ、昔はここも遊び来てたんですけどね、ここだと遠いんですよね。歩いたら30分、自転車でもね、10分か15分かかりますからね。だからさっきの高取公園の方によく遊んだんですけどね。それを10分で歩いて帰れるんでね。今こうやって綺麗になってますけどね、昔は何もなかったんですよ。自転車も入れられたんでね。自転車入れないように柵がありますけど。こっちずっとまっすぐ歩いていくと神宮寺方面に出れます。でも今日は行きません、準備してないのね。なのでどうも遊んでんな。今からあの天杯に登ります。よいしょ、
の広場の子供がね、幼虫の子とかよく来ますね。久しぶりの高取山公園らしいですね。暑くなってきたな。よいしょ、うん、ここは何年ぶりかな。紅葉してますね。この階段があるんですよ。ここまで一回歩いてきましたからね。バスじゃないですから。バスで来ても夏はきついですからね。こう。子供の子が一気に駆け上ったんですけどね、さすがに大人になるとそういうわけにはいかないですね。アマチュア無線やってるしてますね。じゃあ1人になりましたんで中継します。中継っていうのはちょっとおかしいですね。まずこちらね、西側ですね。こっちに江ノ島と富士山があります。富士山ここですね、はい、これが富士山です。この間のですね、富士山5合目のあの富士山ですね。江ノ島はちょっと申し訳ないね、見えないですね。こっち南側ですね、大島方向ですね。あの山の向こうに大島があるんですけど、ちょっと今日見えないですね。でこっち南側、
大越山、竹山方面ですね。で、この向きに、栗浜の火力発電所があります。ちょっと灯台が見えませんけど、観音崎の灯台がこっちの方向にありますね。横須賀の市役所、観音崎灯台、すぐ三笠公園ですね。ここ標高ちなみに139メートルあります。こっち東側、この向きにしないと見えないな。おっぱも工業団地があります。で、さっきの高取中学校、これですね。向こう側から登って多分ですね、登ったのがこの白い家のあたり、この辺の階段から登ってずっとこっちの奥の方を歩いてきて、山の中歩いてきて、こっち出てきて、こんな感じですね。あ、こんにちは。ノージーマーで、その後ろが八景島。いいけどトイレがあります。子供は可愛いですね。あの頃に戻りたいね。横須賀市の上下水道局でね、さっき通ったところとはまた違うところですね。で、ここの階段上がっていくとさっきの展望台の近道になります。まあ、外物どうでもいい方、展望台行きたいなって方はこっちの坂から上がってきてもらって、この階段上がってもらうと近くに、ね、すぐ行けますので、降りる場所は高取中学校前ですね。中学校もすぐそこなので、歩いたらもう5分もかからないで上がってこれますんで。で、この辺が高級住宅街と大昔に言われた湘南高取住宅ですね。おそらく当時オークションとかね、そういう、ものがたったあったはずです。でもここね、高い割には行くから遠いんですよ。バスじゃないと不便なんでね。最近この辺住んでないんで分かりませんけど、昔はおっぱま駅前のバス停に湘南高取行きのお客さんがいつもずらーっと並んでましたからね。先ほど声優一軒だけと申し上げましたけども、みんな車持ってる方この辺多いんで、まあ買い物には困らないんでしょうね。金沢八景なりなんなりで大栄さんとかありますんでね。ちなみにですね、今は分かりませんけど、高取中学校、湘南高取に住んでないと入れません。で、高取小学校があって、そこからもうあれですね、
そこの小学校の卒業生が高鳥中学校へ入る形なんで、まあ、小学校から中学校3年までレベル、学力順位っていうのはあまり変わらないってことになりますね。レベルが高いって昔は言われてましたけど、今はどうなんですかね。もう一つ駅の向こうの方に、おっぱまという中学があって、そこは確か、浦和小学校、夏島小学校、おっぱま小学校の3校が、集まってですね、一つの学校、中学なんで、そこはね、いろんな人が集まるんで、また変わるんでしょうけど、中学入ると。先ほど公園のとこですね、夜夜景結構綺麗なんですけど、夜はあまり来ない方がいいですね。バイクで上がってきて変なのとかいっぱいいますんでね。オートバイ乗り入れ禁止なんですけど入ってくるんですよね。ね、オートバイ乗り入れ禁止ですね。中ですね。ここがメインの道路ですね。湘南高取4丁目ですね。さっきから高取中学校ってあんだ、小学校かもしれないですね。そうですね、小学校ですね。